暗黒神話は、諸星大二郎による日本の漫画作品。週刊少年ジャンプ1976年20号から25号に連載された。単行本は全一巻。2014年4月17日より暗黒神話完全版が、ガラク、マグで、創刊号からボリューム7まで連載され、100ページ以上の過失さらに大幅な修正が行われた。 序盤とラストはそれほど変更されていないものの、主人公が日本各地を回る中盤の展開に過失と修正が加えられている。山戸岳伝説を中軸に古代日本の核心や遺跡仏教、果ては呪術や SF 要素までを取り込み、ある少年がたどる数奇な運命を描く。作者によると、最後に全体を眺めると、ダリの二重像の絵のように、 全然別の新しい絵が浮かび上がってくる。そういった緻密で壮大なジグソーパズルをやってみたかった、とのこと。本作の序盤において、当時類例のなさから重要文化財指定とされていた、深鉢型河原家をモチーフとした、蛇紋縄文土器を登場させているが、この時は後に推定復元であることが判明し、指定解除となっている。中学生の少年、部は、ある日、 父の友人を名乗る男、小泉から、君のお父さんは、実は殺されたと告げられる。確かに部には、幼い頃に倒れた父親の傍らで泣いている記憶があった。小泉に連れられ、父が死んだ場所へ来たしは、おぼろげな記憶を頼りに、父の目的地と、おぼしき洞窟を発見。洞窟の奥で、部は、思いもかけないものと遭遇し、山と岳の転生として、 地球の命運を握るアートマンとして、運命の歯車が動き始める。諸星大二郎、暗黒神はいずれも表題作の他に、除服伝説を収録。2011年時点では、集英社コミック文庫以外は全て絶版となっている。ありがとうございます。